カウフボイレン旧市街カウフボイレンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区に属する軍独立市である。この都市は、オストアルゴイ軍に完全に囲まれている。カウフボイレンは、アルゴイ地方東部のベルト派川沿いに位置する。カウフボイレンの城カウフボイレンは740年頃に、初めは、バイエルン族との国境に近い行政拠点及び、軍事上の背後拠点として、 フランク朝の王領に建設された。ベルフェン家の医療を継いだボイレン家は11世紀末に、この地を本拠地に定めた。最初の文献上の記録は1126年に、なされている。12世紀末に、シュタウフェン家のもとで都市に昇格した。1286年2月3日に、ルドルフ一世により、帝国自由都市特権を与えられて、以降、 1803年までこの地位にあった。カウフボイレンは1377年にテック港フリードリヒに1388年にバイエルン港に包囲されたが陥落しなかった。この町は1802年にバイエルン領となった。1939年からカウフボイレン北東の森にダイナマイトノーベルエジが建設され、弾薬などでドイツの戦時経済を支えた。 マウアーシュテテンのシュタインホルツ地区にダッハウ強制収容所の外部収容所として設けられたリーダーローエ収容所の収容者がこの工場で強制労働に従事した。第二次世界大戦後、ズデーテン地方のガブロンツアンデアナイセからの移住者によって現在のノイガブロンツ地区が創設された。1944年5月から1945年4月までの間、 救命死亡赤工場跡地に、ダッハウ収容所の外部施設として、アルラハ強制収容所が設けられていた。ここには300人から600人が収容され、BMW で軍需品製造の強制労働に従事した。現在の行政官区立精神、神経病院は、ナチス先生時代には、ファーレンティン・ファルトルハウザーの管理下に、約2000人の精神病患者が集められていた。 彼らは安楽死による殺害活動 T4 作戦により、ハダマール、グラーフェネック、ハルトハイムの絶滅収容所に輸送された。これらの犠牲者を忍んで1989年に修道院協会の裏に記念碑が混流された。年齢別の人口構成は以下の通りである。東欧からの遅れてきた移住者は約12%と比較的多い。 ズデーテン地方からのドイツ系ズデーテン人と並んで、ドイツ系ロシア人もカウフボイ連に根付いている。外国人全体では人口の20%以上を占めている。カウフボイ連住民は現在、ローマカトリック教会に属す者が多い。だが、宗教改革の時代、カウフボイ連はプロテスタントの帝国自由都市であった。かなりの数のプロテスタント信者がいることに、 その痕跡を見ることができる。これらに加えて、自由教会やキリスト教系新宗教も存在している。キリスト再臨派、復古カトリック教会、福音派自由教会、自由福音派教会、ロシア語話者のためのバプテスト教会、末日聖徒、イエスキリスト教会などである。イスラム教少数派のトルコ人やクルド人は、カウフボイレンのスンニ派のモスクを訪れている。 カウフボイレンの旧市街にはクレセンティア修道院がある。カウフボイレン市長者市議会は40議席からなる。2014年3月16日の選挙結果に基づく政党別議席数は以下の通りである。フィンフクノプフトカウフボイレンには多くの特に歴史的な古い見どころがある。ゲオルクフォン・ハウバーリス。1150年に創設された カウフボイレン修道院は、聖人マリア・クレセンティア・ヘスで有名である。また、多くの見どころの中でもといった建物は、旧市壁と一体化して作られており、市壁の保障路沿いに見て回ることもできる。カウフボイレン私立劇場や芸術の家は、訪れるべき文化スポットである。聖ドミニクス教会、ネプチューンの泉カウフボイレンの都市活動の中心である。 カイザーイコールマックス通りの真ん中に1753年に建てられたネプチューンの泉がある。特にテンツェルフェストの時期にはカイザーイコールマックス通りはほとんど中世のトーナメント場を思わせるような美しい通りに変貌する。カウフボイレンのアドベンツクランツは直径が8メートルある。カウフボイレンの主張によれば モミの枝で作られた実物のアドベンツクランツとしては世界最大のものである。アドベントの初日から種の高原の祝日までカウフボイレンのネプチューンの泉に飾られる。このクランツの密ろう製のろうそくの高さは約150センチメートル、重さは約150キログラムある。クランツは布製のリボンでネプチューンの三差の矛にかけられる。アドベント初日に プロテスタントの牧師とカトリックの主任司祭の祝福と共に最初のろうそくに火が灯される。プロテスタント信者らは夕方になるとアドベンツクランツで歌を歌い歴史を語り甘い歌詞を配る。これはベトハップファールと呼ばれる。カウフボイレンはアイスホッケークラブの ESV カウフボイレンで知られている。このクラブは1994年のドイツアイスホッケー。 リーガの創設メンバーであった。サッカークラブの SPVGG カウフボイレンは、フランツ・ロート、カール・ボルッタ、ペーター・クプファー・シュミットといった有名選手を輩出している。このクラブは2009年に100年祭を祝った。この他に FSG カウフボイレン・やアルと出演カウフボイレンといったクラブがある。テンツェルフェストのパレードで、マクシミリアン一世を演じる出演者テンルフェストは、 毎年夏休み前の7月に開催される。これは、バイエルンで最も古い子供祭りである。伝統的な古代、中世、近世初期の衣装を身につけてのパレードやステージが開催されるが、これは15世紀に皇帝マクシミリアン一世が来訪したことを記念したものである。アクティエン・ブラウェライのロゴ繊維種工業、繊維売買が発展した後、 クリストフ・フリードリヒ・ハインツェルマンと地元商人の家族らは1939年に盲石食不工場モムを創設した。この他に伝統的なビール醸造業もカウフボイレンの経済的ファクターの一つである。再生時には16あったブルワリーのうちアクティエン・ブラウエライだけが現在も存続している。1933年から1935年に 建設され、冷戦終結まで存続していた、オーバーボイ連地区の空軍基地も重要な、経済因子の一つであった。1980年代以降、この施設は空軍の訓練センターとして利用されている。オリンピアに買収されたかつての印刷機メーカー、アルピナ社に関連して、1970年代から1980年代に、オートメーション技術、計測技術、 制御技術に関わる中小企業主体の電子技術産業が発展した。2013年にはミュンヘンの油圧機器、メーカー、ハーベ社が郊外工業地区に新工場の建設を始め、翌2014年に稼働開始となっている。この他の大口雇用主には建築業のドブラー社、電子機器メーカーの STW 社、公共サービスなどがある。また、 上記の図でン地方からの移住者には、金属工芸や、ボヘミアガラスの職人が多く含まれていたため、ノイガブロンツ地区には、アクセサリー製造関連の工房が約100カ所あり、一般の見学も受け入れている。道路交通、編集、カウフボイレンには2つの連邦道が通っている。B12 号線は、カウフボイレンに直接接続し、B16 号線は、 カウフボイレンを通過している。最寄りのアウトバーンは A96 号線でカウフボイレンの北約1 5トルを走っている。アクセスには拡幅された B12 号線を利用する。チロル州のロイテに通じる A7 号線へは車で30分ほどの距離である。まず、B16 号線でマルクト・オーバードルフへ至り、ここから州道2008号線でネッセルバング、インターチェンジを利用する。 鉄道交通、編集、カウフボイレンは、アルゴイ鉄道沿線のミュンヘンとリンダウトの間に位置している。この路線は電化されていない。ドイツ鉄道の廃止されたインターレギオの代替として、ミュンヘンオベルストドルフ間で運行されている、アリーコールレンダーバーンイーコールエクスプレスが、カウフボイレンに停車する。ミュンヘンにアウクスブルクの拡大市場範囲という位置に、あることから、 多くの通勤者がいる。ミュンヘン中央駅、カウフボイレン駅間は、ドイツ鉄道ないし、アレックスの直通列車で、約1時間を要する。1927年までカウフボイレンで、アルゴイ鉄道から分岐して、ショーンガウに至る支線カウフボイレンショーンガウ線があった。この路線は廃止され、一部が自転車道として利用されている。 1854年開業当時のカウフボイレン、駅舎は1978年に取り壊され、1979年に現役舎が完成した。その後2013年10月、ドイツ鉄道は財政面での理由により、三代目駅舎への建て替え計画を無期限延期すると公表している。地域交通、編集カウフボイレン市内と近郊自治体を結ぶ路線バスは、 カウフボイレンに本社を置く、キルヒバイタール交通車によって運営されている。同社は、オストアルゴイ交通連合に加盟するバス事業者の、うちの一つである。カウフボイレン旧市街上壁の東側に隣接する、広場であるプレーラーにバスターミナルがあり、各路線の発着及び経由ポイントとなっている。早朝や、深夜の換算時間帯、また、週末、祝日には、多くの路線で、 乗り合いタクシーがバスを代行しており、事前の電話申し込みが必要である。航空交通、編集カウフボイレンの南には、旧軍用飛行場が存在している。この施設には、現在も空軍が駐留しているが、地元のスポーツ飛行クラブが利用している。アルゴヤツァイトングは、カウフボイレン地方版を作成している。ラジオを押すとアルゴイを対象エリアとする。 ローカル番組を提供している。基礎家庭、本家庭学校、編集用語学校、編集上級学校、編集職業学校、職業専門学校、編集その他の学校、編集ハンスマグヌスエンツェンスベルガー。ありがとうございます。